こんにちは。フィリツアーです。年末年始のですね、福岡から、フィリピン行きの航空券に空席が出ておりますので、そのご案内と、インターネットの価格と比べて、ウィルツアーで取った場合が、どれだけお安いかと、本当にお安いのかというところの確認を、検証していきたいと思います。はい。それでは、まずですね、当社の、私が使っておりますノート型パソコン、を開いておりますので、まずセブパシフィック航空のホームページと、ウィルツアーの価格を比べるためにですね、まずセブパシフィック航空の公式ホームページで、空席と値段を調べてみたいと思います。それでは手動で画面を切り替えます。まずですね、空席、12月の24日なんですけど、まず出発地ですね、これを福岡にしまして、到着地を、マニラにします。はい。それから、出発をですね、12月の24日に空席がございます。そして帰りがですね、1月2日で見てみましょうか。はい。ですね。で、大人1名、フライト検索します。こちらは、セブパシフィック航空の公式ホームページです。12月24日、クリスマスイブに出発しまして、これ、まあ、フライトのみ、だから手荷物とか機内食別の、価格を選びます。で、帰り、年越しですね。大晦日、お正月を、フィリピンで過ごされて、1月2日のご帰国というパターンで空席があるようですので、2日を見ます。そして今選びました。それで、まあ、料金の確認ですね。24日のご出発で、右側がご帰国が1月2日になってます。これはですね、まあ、税金と手数料込みでですね、59,480円というのが、セブパシフィック航空の公式ホームページの料金になります。まあ、後ほどですね、ウィルツアーで、買った場合、ウィルツアーの料金をご案内して比較したいと思います。59,480円でこれをメモします。で、もう一つですね、年末年始を、フィリピンで過ごす、チケット、価格比較をしてみたいと思います。ちょっと条件変えますね。そうですね、まず福岡から前に日付をですね、大晦日、で、カウントダウンフィリピンでできますので、大晦日の日付で選びまして、帰りをですね、1月の9日、まあ、お正月明けてからゆっくり、現地で、まあ、過ごすことができる日程になります。大人1名フライト選びます。はい、福岡からマニラ入っておりまして、31日大晦日の、福岡マニラ、そして9日の、お正月楽しまれて、9日のご帰国で、選びます。で、こちらの料金確認ですね。31の9日、これ所税込みで62,980円、これでもお安いですよね。これは、セブパシフィック航空の公式ホームページの料金です。62,980円。はい、出ました。で、まあ、空席あるということも確認できておりますので、あとはその価格がウィルツアーがどれぐらい、まあ、本当に安いのかというところを見ます。ちょっと画面戻します。はい、すいません、お疲れ様でした。それではですね、ウィルツアーの、料金は あらかじめですね、こちらに記載しております。あ、だいぶですね、お得になっているようですよ。こちらです。はい。年末年始の航空券、福岡からマニラの往復チケット、現在空席があるものでの比較になります。12月24日から1月2日のご帰国、このパターンの場合、セブパシフィックが59,480円に対しまして、ウィルツアーはなんと、51,200円になります。51,200円ですね。で、もう一パターンですね、大晦日の12月31日のご帰国、 そして、1月9日あ、まあ、ご帰国というか12月31日の、福岡から、マニラですね、1月9日のマニラから、福岡に戻ってくるパターン、こちらが、セブパシフィック航空が62,980円に対して、ウィルツアーだと54,200円になります。
これでですね、一応そのインターネットよりもウィルさんが安いということが証明できております。ぜひご利用いただきたいと思います。まあ、年末年始のですね、価格としてはこれは本当に破格だと思いますので、ぜひお早めの、ご予約をお待ちしております。よろしくお願いします。本当にお待ちしております。